こんにちは店、えー、ドラムステーション秋葉原ショートと申します、えー、今回ご紹介させていただきますのは、えー、セービアンの,あのニューモデルのシンバルですね今年に、えー、2015年にあの発表された、えー、商品が入荷いたしましたのでご紹介させていただきます、えー、今回、えー、セービアンはですねあの全てもライドシンバルのみ、えー、出ておりますであのビッグアグリーという、えー、目打ちましてですねあの全て同じような方向性の,あのライドシンバルを 出しております、えー、今回ちょっとあの色が違いましてあの非常にこうダークであと音程が低くてでなおかつあの粒立ちも得られてであとはそうですね非常にドライなあのライドシンバルに仕上がっております。であとはその同じような方向性なんですけどもモデルごとにさらに特色が、えー、それぞれ変わっておりまして、えーっとまあ、非常にこうセービアもこう本気であのこういったドライダークな ライドシンバルをこう出してきたという形なので、えー、ぜひご紹介したいと思います。えっ、ー、とまずですね、こちら一番左側にあるのがですね、あの AA シリーズのアポロというモデルですね。えっ、ー、と、まあ、こちらはですね、まあ、AA シリーズって結構ブライトなモデルなんですけども、えっ、ー、と AA シリーズとしてはもう非常にやっぱ音程は低くなっておりまして、であと薄めにも仕上がっておりますので、まあ、非常にクリアなあの粒立ちが得られて、で適度な音程感とあとは速い減衰 になって仕上がっておりますのであの、まあ、今回のモデルの中でも非常にこう扱いやすいなというモデルはこちらの、えっと、アポロですね。でそのお隣こちらですねこちら XS シリーズの、えー、モナークというモデルになっています。でこちらはですねあのまず非常に音量が小さいですね。 あのなのであ,のあんまりこう音量、まあ、あえて出したくないという方なんかには非常におすすめかなと思います。で音量は低いんだけども粒立ちはしっかりと得られてあの倍音感もかなりあの抑えられているのであの、まあえっと、小編成なんかのバンドで、まあ、あの小さい音量であの粒立ちだけをこう出してあげたりで音程はあまり高くしたくないという方には非常におすすめかなと思います。で次えこちらあの左上の方こちらのモデルですね。こちら HH シリーズの えー、パンドラというモデルですねえー、と今回の,あのシリーズ出た新しいモデルの中では、まあ、非常に音程が低いと思いますであのー、本当にこうあの腹にくるようなすごいあのローが出て音程自体もすごく低くなっていて非常に枯れたニュアンスも持ってますねで減衰も非常に速くなってます なんですけどもあの決して倍音が暴れるわけではなくてあの粒立ちもし,あのしっかり得られるので、まあ、低い音程でしっかり粒立ち出したいという方にはおすすめかなと思います。 で、えーと、パンドラの隣にあるこちらの黒いシンバルこちらが HH-X シリーズ、フェニックスというモデルですね。こちらはまあそうですねあのー、また表面の,あの仕上げなんかもちょっと焼き付けてあるような感じでちょっと変わった感じになっているんですけども、まあ、タイトですね非常にあの粒立ちタイトで,であとはベルも大きく作ってあるので、あのー、カップの音の抜けがすごくよくできてますね。 であとはそうですねあの適度な倍音感もあの得られるのであのトータルバランスとしてはすごくあの優れたシンバルになってますのでやっぱりこう粒立ちですねあの細かいレガートとかをされてなおかつカップも結構抜けさせたいっていう方にはすごくお勧めできると思います。で最後、えー、一番右側ですねこの黒いモデルこちらは、えー、やはり HH シリーズのキングというモデルになってます。えーとまあ、非常にダークやはりダーク音程が低くて あと、多分、一番やっぱドライかなという印象ですね。とにかく倍音がすごく少なくて、もう重厚な重低音が得られるモデルになっていますね。全体的にも大口径のシンバルではあるんですけども、倍音の乱れが全然なくて、非常に大口径で音程低くて、低音も出ているんですけども、非常に扱いやすいモデルになっていると思います。